クリック反映型クイズを挿入します。クリック範囲を移動します。カーソルの表示を削除します。クイズのオブジェクトはタイムラインでこのように表示されます。設問を挿入します。クイズの位置を吹き出しの表示部に設定します。ドラッグして吹き出しの後に移動します。クイズをクリックして設定を確認します。マニュアルキャプチャからクイズを設定できました。クイズコンテンツは SWF 出力時のみ動作します。